ケストラー・アーサー・ケストラーは、ユダヤ人のジャーナリスト、小説家、政治活動家、哲学者。ハンガリー出身のユダヤ人でありながら、著書、第13種族で、アシュケ・ナジム・ユダヤ人のルーツは、ユダヤ教に改修したハザール人であると主張した。また、ソ連の現状など当時タブーとされていたことを、積極的に書いた。後に、イギリスに帰化している。 妻と共に自殺した。ユダヤ系ハンガリー人の父とオーストリア人の母に生まれる。出生時の名前はコジアトラ・アートア。ドイツ語圏出身の母親がハンガリー語の習得を拒否したり、第一次世界大戦期にウィーンに一家で移住したなどの事情もあり、ケストラーはマヒルの暗黒前後までドイツ語によって著述を行った。以後、 著作は英語によって行われることになるが、ケストラー自身はヨーロッパ大陸的な多言語使用者だった。父親は実業家であり、その家庭は裕福なものであったが、第一次世界大戦によって事業の継続が困難になり、ウィーンに移住後、ケストラーがウィーン工科大学に入る頃には苦学をせざるを得ない状況だった。学生時代には、シオニストの決闘クラブに所属し、 登山に熱中した。大学を中退後、各たる当てもないまま、シオニズムへの関心から1926年にパレスチナに入職する。パレスチナへの入職は、思わしい結果につながらず、現地でドイツ最大の通信シャウルシュタインの職を得たのが、きっかけとなり1929年には、フランス支局の特派員となった。翌年、自然科学についての知識の深さを認められ、 科学欄編集長としてベルリン本社へ配属され、ここでナチスの対等に直面する。以降、ホロコーストを題材とした小説、出発と到着の執筆など、終戦に至るまで一貫したナチス批判を繰り広げることになる。同時期、マルクス・エンゲルスの思想に出会い、ドイツ共産党に入党する。ほどなくウルシュタイン社を解雇され、国際革命作家同盟の招きで、 ソビエトに滞在したが、その全体主義的独裁体制を目の当たりにして、1933年にフランスに亡命することとなった。以後、スペイン内戦までの期間を食事にもことかくような生活を送る。スペイン内戦では、共産党組織のつてを頼り、A ニュースクロニクル氏の特派員として、フランコの反乱軍の支配地域に二度の潜入報道を試みる。 一度目は入国直後に身分が発覚、辛くも脱出したが、フランコ軍とナチスの協力関係を暴露し、一定の成果を収める。これによって、フランコ軍の怒りを買ったケストランは、二度目の潜入時に捕らえられ、死刑の宣告を受けて4ヶ月の交流をされるも、イギリス政府の介入で救出されることとなった。この体験は、スペインの遺書として発表している。 イギリスでの短い休養を経て、フランスに舞い戻ったケストラーは、第二次世界大戦勃発で、BC 政権により、ハンナチス的人物とみなされ、南仏のルベルネ収容所に収監されることになる。ケストラーは、フランス外人部隊に配属されることによって、収容所から解放され、間もなく逃亡して、イギリスに帰還する。この経緯は、地上のクズとして発表されている。 以後、イギリス軍に参加するなどして終戦までを送る。マヒルの暗黒では、ソビエトへの移住経験やスターリンの粛清を逃れて、来た知人の証言をもとに、スターリン体制の非人道的裁判を小説化している。この小説はソビエトへの幻想の、未だ消え去らない、西欧知識層に衝撃を与え、一般に、ケストラーの最大の業績とされる。この時期にケストラーは、 ドイツ共産党に対して離島通告を送りトローツキストに転向する。1945年、ケストラーはイギリスに帰化するが、その後しばらくをフランスで過ごすことになる。この頃のケストラーはボーヴォワールの死小説の登場人物にもなっていると言われる。1956年、故郷を襲ったハンガリードーランでは、 積極的な活動を展開するも、自ら企画した集会では、自身の政治への決別を公表して、聴衆を失望させる。最近の電気では、この時期のケストラーに複数件の女性への暴力沙汰の権威がかけられている。ケストラーの女性に対する関心の強さは、当時から周知の事柄であったらしく、彼の知人によると、逆に女性の側から手柄話を聞かされることすら、 あったとのことである。1960年頃には、ティモシーリアリーとも接触している。表だった政治活動を控えるようになってからも幅広いテーマに、渡って執筆を続けるが、主として元来の羊である自然科学の領域に対する関心を強める。1967年に出版した、機械の中の幽霊では、彼の発明による概念、コロンの提唱などで、 ニューサイエンスムーブメントの発端となる。同著では、カール・ポッパーの唱えた、反証可能性をした時期に、生物学や、心理学等における機械的観念論への批判を展開し、晩年は広範な学識をもとに、偶然の本質に見られるように、超常現象へ関心を寄せた。しかし、その意義について、理解を寄せるものは、決して多くはなかったようである。 機械の中の幽霊でケストランは様々な知的試みを展開するが最終的な解決策としての薬物投与による人類の制御という提言については大きな疑問も残る。生涯、強度の抑うつ状態に悩まされ飲酒を好み、晩年は抗うつ薬も使用していた。1983年3月、自身のパーキンソン病と白血病を理由に 安楽死推進団体の規定手順に従い、妻であり、長年遺棄書を務めたシンシアと共に、バルビツールさん契約を用いて、服毒自殺を行い議論を呼んだ。現場には、自らの意思によってそれが可能であるうちに自らを苦痛から救出するという動機と後に残される妻、シンシアへの謝罪と感謝を記した、ケストラーの遺書と共に、アーザーのいない人生は私には耐えられませんという、 妻の遺書も残されており、二人の間にいかなるやりとりが、あったかは永久に、謎のままである。ケストラーの日本嫌い発と知られたところであり、日露戦争における大日本帝国の勝利を、ヨーロッパ個人主義の終わりと評していた。1958年から1959年に、かけて、アジアに、新しい思想の活力を求めて、インドと日本に滞在。日本滞在時に、 京都の禅の構想と議論したが、禅の非論理性に失望したという。その1959年に来日した際は、日本ペンクラブに対する声明で物議を醸している。それは、1958年にソ連政府がボリス・パステルナークのノーベル文学賞授与を辞退させた際の日本ペンクラブのソ連政府よりの姿勢を批判したものである。 ケストラーの来日に関わる騒動は当時、ケストラー旋風と呼ばれた。戦前から欧米の知識人に広く読者を持っていた全学者の鈴木大説の著作、東洋の心の一文によると、この時期、全を批判したケストラーの長い評論の載ったイギリスの月刊雑誌、エンカウンターが大説のもとに届けられている。鈴木大説には、 全思想の立場から機械的関連論を批判した文章が多い。ケストラーが機械の中の幽霊を出版したのは鈴木大説死去の翌年1967年のことである。ケストラーからコトバンク、キャンプ D、インターンメントジュバーネイディアリエジア、シュマンでメモある www.cheminsdememoire.gov.fr ミナステア・デアームダイレクション・デッパ・ドラモンズデラメモワール・イレアーカイブス2019年10月17日閲覧フラッシュバックス・ティー・リアリー森本哲郎サムライ・マインド日本人の生き方を問う森本哲郎サムライ・マインド日本人の生き方を問う エドワード G サイデンステッカー、私の日本日記 P134、ドラッカー、傍観者の時代、栗本慎一郎、ブダペスト物語など、ありがとうございます。